触媒による固化進行のの学反応の概略最初に二重結合が酸素により酸化されハイドロパーオーキシドを形成する。次にハイドロパーオーキシドが他の分子の不法和結合に結合して炭素ラジカル形成しさらなる重合が進む。完成油は空気中で徐々に酸化することにより、固化する油のことである。例えば、油絵具や、 ワニスなどに利用される。油は、成分中の C イコール c 二重結合の多さを示す、指標である、要素化によって分類され、要素化が130以上の油を、完成油、100から130の油を、半完成油、100以下の油を不完成油という。完成油が固まるのは、化学反応の結果である。犬とはいうものの、デンプンのりなどのように溶媒が蒸発して固まる。 わけではない。完成油が酸化によって次第に固化してゆく反応箇所は完成油に比較的含有比率の多い不法和脂肪酸の C イコール C20 結合の付近である。完成油の分子のこの部分は比較的反応性の高い部分で特に2つの C イコール C20 結合に挟まれたメチレンモとはここに結合した水素原子が外れても 両側の C イコール c 二重結合と協約して安定化できるため活性未知連元と呼ばれることもあるくらいに化学反応が起こりやすい箇所だ。酸素が混入し何らかの理由で C イコール c 二重結合の付近で酸化反応が開始されると加酸化物やラジカルが生じこれらが開始剤となって連鎖的に酸化反応が進行し他の C イコール c 二重結合の部分との 重合反応が次々と発生する。この重合反応が進行すると、油の分子同士が互いに結合し、分子量の大きな網目状の高分子となって行き、最終的には流動性を失って固まるために、固化する。この酸化反応は、光や熱によって促進され固化が早まる。また、不法和脂肪酸の量が多い感性油。 すなわち、要素化の高い肝性油ほど固まるのが早い。反対に、要素化が低い油は、重合可能な箇所が限られている、固まらないため、不肝性油などと分類される。固化した肝性油は、化学反応が起きて、元の不飽和脂肪酸とは、分子構造の異なる高分子に変化している。したがって、ロ糯などとは異なり、加熱などを行っても、再び液状にすることは、 通常できない。なお、不法は脂肪酸の酸化反応や、重合反応は発熱反応であるため、進行と共とに熱が生じる。要素化の高い油を布などに含ませて放置すると、空気にさらされる面積が大きくなるため、急速に反応が進み、温度が上昇して、自然発火する恐れがある。例えば、洗濯後に乾燥機の中で放置された油の染み込んだ。 布のせいで発生した火災も知られている。植物から得られる油の要素化は様々であり、目的に応じて、効果の速度や、程度の適切な油を選択する必要がある。画材としてはこれらを適当な比率で混合したり、あらかじめ加熱などの全処理を加えた製品も、販売されている。乾燥機1アロマオイルの自然発火美容オイル等の付着した。 衣類等の洗濯乾燥後の自然発火実験の概要。ありがとうございます。